ツン M、 ギュッと縛って指導して。ごめん、ごめんとしか言いようがなくて、そのごめん。ごめんとかじゃなくて説明しろ。だからそれはその、俺も男だからそういうのにもちょっとだけ興味があるっていうか、なんていうか。最低だろこんなの。なんだよこれ、こんなのなしだろ。なんでこうなるんだよ。すみません、サキという彼女がいながらこんなものを。そういうことじゃないんだよ。なんでこうなんだって言ってんだよ。なんだよこのジャンルは。 SM です。好きなのかよこういうの。私とするときはいつも普通じゃん。それはその、そういうのにちょっとだけ興味があるっていうか、なんていうか。本当はこういうことしたかったのか。違うって、サキとのエッチはすごく満足してるよ。でもエロ趣味は別腹っていうか、その別腹。ごめんなさい、彼女がいながらエッチなもの見ててすみません。本当にごめんなさい。うん、これ使えばいいだろ。言っとくけど、変な欲求が溜まっちゃって人様に迷惑かけないように仕方なく、だから勘違いするなよ。さっさとやれよ。こういうのやりたかったんだろ。そのタオルで縛れって。え、言っとくけど私だってこんなことしたいわけじゃないんだからな。さっき、いいんだな。じゃあ本当に縛るからな。いいから、恥ずかしいんだから恥かかせるなよな。おお、サキ最高だよ。いつもより興奮している。やっぱりこういうのが好きなんだな。今日は付き合ってやるよ。だからその縛ったまんまやれよ。綺麗だよサキ。そんなじっと見るな。じゃあこのまま入れるからな。手とかあそことか痛かったら言ってくれよ。痛いのは我慢してやるよ SM。 縛られるだけで全然気分が違う。まだ熱くてじわじわして、 SM ってすごいかも。あなたは今日からこの私、白金入りなの主よ。私が使えるにふさわしい男だわ。でもどうして俺に。その目よ、私の本性を一瞬で見抜き、その視線だけで私を変貌させた。あなたこそ私を従えるにふさわしいただ一人の男だと確信したの。期待しているわよ。来たわねユージ君。さあ今日はどんな卑猥な調教をしてくれるのかしら。ただの買い物ですって。ジョークよ、初デートで浮かれてしまって。はいこれ、デートの楽しさを伝えるものよ。そう感じたらスイッチを押して。いいねボタンみたいなものか。いきなりさすがねユージ君、主にふさわしいわ。イリナ先輩大丈夫。何でもないわ、ユージ君が楽しんでくれるのが私の喜びなのだから。何でもないことでも二人でいると楽しいものなのね。ほら次は電車でしょ。私実物は初めてなの、楽しみだわ。案外狭いのね、二人だと窮屈ですわね。ユージ君こんなところでも。具合悪いんですか。さっきからたまに体が震えてますけど。いいえ、あなたの楽しさが私の股間を刺激して。ねえヘラーユリのやまないおねだり、ヘッドホンは外せない。チャンスは一度、一週間後彼女の曲を披露しなさい。一週間、いくらなんでも。なら今すぐ首よ。一週間なんて絶対無理だよ。いや、お前が何とかするんだろ春山啓太。お前はできる、やれる、頑張れる。ああ。ただいま。
あゆりさん。さよなら。生きてるそばから。あなたって人は。エッチして。は？いつもみたいにエッチして。そしたら曲が書けるから。死ぬって言わない？うん。あまり過剰な反応をすると周りのみんなにバレちゃいますよ。元アイドルの歌方あゆりはおまんこにローター入れて散歩する変態だって。いやー、ケータ君。自分から提案したくせに。お尻って興味あるか？なんだそれ、意味わかんねえ。尻でも感じるって。やだやだやだ、話してよ。マイカのことすべて知りたいんだ。そんなこと知らなくていいでしょ。嫌がってるのに無理やりするとか変態アホー。悪かったよ、つい勢いで。何が勢いだよ。彼女が嫌がってるのに。鬼畜。マイカ様、お着替えの時間ですよ。本日はヤヒロ様もご一緒していただけますか？ん？ヤヒロ様、今日は思い切り楽しんでくださいね。マイカ、その言葉遣いキモい。おたわむれよ。てめえ、帰ったら顔面グーで殴るかんな。っていつものマイカだ。楽しみにしていてくださいませ。マイカはお偉いさんに捕まったままか。佐久野さんも知り合いに捕まって。それにしても近すぎないか。あれマイカ、佐久野さんはダメだし。マイカ。大丈夫かマイカ？大丈夫、ただちょっと時間置いてから出ないとな。どこに行った？俺を足気にしやがって、あの女は。くそ。てめえはこんな時までそれか。節操ねえな、ったく。マイカがいつもと違って綺麗な格好してるからだろう。汚したいのか、こんな変態野郎が。何考えてんだ、鬼畜。悪かったよ、つい勢いで。勢いじゃねえ、ったく。この前と同じことしておいて変態消す。マイカ様、ヤヒロ様。佐久野さん、平気でしたか？マイカ様に絡まれた方は隣国の外交官でした。一応フォローは入れましたが。その二人ともごめん。マイカ様、いつもと違って愛する方の前では素直なのですね。